これあの、あったかい生殖塩水と、今ずっと温めてたんですけどね、原虫をチェックするんですけど、まあ最近はいますけど、原虫はいなさそうです。はい。この画面を横切る動きをするのがちょっといると困るんですけど、なさそうに思いますね。それであと倍率をちょっと緩めて、さっき100倍、あ、400倍、今度100倍、40倍と。中卵、卵があると今度はここで見えてきますけど、ここではいません。よいしょ。今度がちょっと未消化反応ですね。未消化反応はちょっとありますね。黒い見た感じは良さそうだけどね、かえってちょっと固めの感じだったんですけど、この辺の黒いところはちょっと未消化反応があるかなと思います。それから今度中卵の浮遊法ですね。うんちをちょっと溶かして10分放置して、中卵の卵があるかないか、ちょっと拡大しますね。違うか。あ、卵いるねこれ。今100倍。これ線虫の卵がいますね、ちょっと。これ40倍で、これ100倍にするとこれぐらい。400倍にすると、まあ、かなり大きく見えるけど、そうか、なんか何かさっきこれもそうそうするとちょっと形が崩れてるけど、何度かそうですね。あの白いさ、細長いのって分地に混じることはないですよね。ああ、特に別にないです。はい、そんなたくさんはいないですけど、これあの便を全部集めてやった方法だからさ、はい、さっきの直接は見えてなかったんですけど、浮遊法で便を全部集める方法で見ると、なんとなくちょっとこれは線虫のなんかわからないけど、便虫に近い形のような気はするんですが、先週の卵はいいです。はい、じゃあ以上ですね。